毛脳炎とは、細菌感染症の一種。古くは、蝶とも呼ばれてきたが、現代医療現場では、毛脳炎と呼ぶのが、一般的である。一本あるいは数本の毛の根元が、小さな白ニキビのような状態になる。毛穴より下にある髪の毛を取り囲む、組織の浅い部分だけに生じることもあれば、皮膚のさらに深い構造部にまで及ぶこともある。皮膚の衛生状態が悪い人。 慢性の皮膚病理患者、鼻腔に、ブドウ球菌がいる人などは、当該疾患や皮膚農用を起こしやすいとされている。糖尿病の人に好発するが、免疫機能の低下、肥満、高齢も危険因子である。原因が不明なまま、感染を繰り返すこともある。原因となる、病原体は、黄色ブドウ球菌であることが多く、表皮の小さなひっかき症や、 刺し傷などから内部に入ることもあるとされるが、多くの場合は、細菌の侵入口は不明である。また、不十分な塩素処理の温水浴槽、ジャグジーバスなどに入った後に、緑脳菌が原因となってこの疾患が生じることがあり、温浴毛包炎、温浴皮膚炎などと呼ばれる。マラセチア属菌のマラセチアグラボーザが、主因菌種である場合は、マラセチア毛包炎として区別される。 消毒薬を含む液体石鹸で皮膚を洗う抗生物質の概要、または内服が必要である。また、深部に及ぶ病変の際は外科的治療方法として皮膚切開を行い抗生物質を使用する。ただし、薬剤耐性を有した原因菌も考慮し使用する薬剤が選択される。ありがとうございます。